今日はやっとコンタクトを買いに行ってコンタクトをつけています。久々につけるとカピカピです、目が楽しかった。あ、今日ね放課後ホームルームありがとうございました。来てくださった方ありがとう。どうでしたか、楽しかったかい、みんな。どうだったかい。そう、今日さっきなんか髪型変えたいなと思ってご飯食べてゆっくりしてた時に何しようかなと思って久々にハーフアップにした。ふなっちさんハートありがとう、ありがとうございます。滝野さん面白すぎた間違いないですね。もう皆さん本当に面白いので、しかも来てくださる方も面白い方が多くて、そうそうそう、ゆきねめっちゃ楽しかったです本当に。前回よりあのいなんていう、あの前回はなんか1時間に20人の設定だったのが今回からあの25人になったらしくて、そういっぱいの方に会えました。そう楽しかったです。もうあっという間に終わっちゃったんですけどね、午前中だったので。洋服いいですか、かわいい、やったね。リボン結びめっちゃ下手なんですけど、また放課後ホームルームありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ね、今日は放課後ホームルームで話せて、明日はお話し会で話せて、最高の金土日週末ですね。最高最高ですね。テロップ書こう。明日はお話し会、明日は腕、よいしょ、よしね、お話し会の週末がついに、両手に鼻のシャム良かったっす、ありがとうございます。そうなんですよ、今日ツイートした後ね、ちょっと先輩方の顎を持たせていただきまして、そうポーズ何にしようって言って、ちょっとなんか自然とあれが出てきました、私の手からそう新年のご挨拶ぜひぜひ来てください、待ってます。明日ホームルーム以外ではやっぱ明日が初めてお話し会かな、今年。明日体制よろしくお願いします、お願いします、待ってます。ぜひぜひぜひね、明けおめが言える、本当だ、明けおめが言えるよ、ぜひぜひ。ふなっちさんハート500個ありがとう、好きです、あ、おはようございます、こんばんは、え好きですか、ありがとうございます。よいしょ、今日ももう巻きが取れてるね、前髪の、よいしょよいしょ、あ、パキパキだ、上の方が、ララ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 ンラララ、明日は明けおめだよ、今月みほとめちゃくちゃ話せる機会ある、やったね、そう私放課後ホームルームもう一回あるしね、四国のメンバーで、だからな、いっぱいありますね、明日のお話し会もそうだし、あとは直接お話し会も今月無事にあればあるしね。お説教を頂戴しに、そうそうなりますかね。やっぱ日曜日に明けおめに行く、やったね、待ってます。ぜひ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 。そう今日はみほりん。こんばんは、
そう、明日は初詣デート風のお話し会です。明日は多分ワンピースを着ようかな、ツーピース、ワンピース着ようかなって思ってるんですけど、まだ一回も着てないので、それを一回試着してから考えますですね、ツーピースか、ツーピースだな。そう、楽しみに、ちょっと大人っぽい服かも明日は。明日よろしくお願いします。お願いします。久しぶりにょの服で、服って言っちゃった。久しぶりのお話し会に初めての洋服を着ます。楽しみでございますな。ななななななな、ぜひぜひ明日明後日よろしくお願いいたします。秋田の山道大雪さん、ハート100個ありがとう、ありがとうございます。ゼロピースん今日は3ピースぐらいありましたけど、うん、服を着るのが久しぶり、やばすぎんマジで違います。明日は初めての服で久しぶりのお話し会。でも髪の毛何が合うかな、でもやっぱおろし系かなと思うんだけど、どうだろう、どうだろうな、どうしようかな。そう、髪型、うん明日よろしくです。ゆおり今日も可愛い、ありがとう、キュロ清掃がいいか、清掃私への愛が伝わる服装でぜひぜひ。明日はね、でもデートっぽい、私的にはデートっぽい洋服かな、うんうん、なのでお楽しみに。お下げでもいいよ。どうかな今のどうかなはしない人の返事だよねどうでしょうか、お楽しみに。明日も 1,2 時間目からありますね。 1,2,4,5 とかだったかな、なんかそんぐらいのお話し会ですね。とりあえず 1,2 はあるので、あの 1,2 ある方はちょっとだけ早起き、そんなことないか、でも11時からだから、ぜひ待ってます。ぜひぜひ起きてくださいじゃあピンクだの、ピンクの服で来るんですか、その理由をお聞きしますねゆうのお団子好き、ありがとう。お団子ね、首詰まった服、今日もだけどね、なんかいいなと思った。首詰まってる服の時なんか結んだ方がなんかちょっと吸って見えるっちゃ見えるんですよね。でも今日はまあハーフアップも合うかなって思ってやってみたけど、明日はどうしようかな、明日は首詰まってない系の服なんだよね。どうしようかな、どうしようかなって言って結局なんかおろしになりそうな予感もするけど、どうかなどうかな、楽しみですね。で最近ちょっとやっぱ食べ過ぎてたので、今日はでも夜は、まあ、夜のちょっとデザートのアイスを除けばそんな食べ過ぎてないから、アイスを除けばから、明日もちょっと多分お弁当とかあるけど、ちょっと久々にオートミールおにぎり作っていこうかな。それかふりかけご飯が最近好きやから、オートミールにふりかけかけても美味しいんじゃねって思ってきたから、ちょっと明日オートミール持っていこうかな、久々に。前持ってってたけど配信で作ってめっちゃ慌てふためいて家に置いててった記憶があるけんな。おろしいいですか、明日どうだ、多分おろし系の髪型になりそうだけど、今日の3人みんな編み込みのまとめ髪が似合う。あ、確かに、なんかソラハさんとお話したことある、まあ、あのクリスマスの時にまとめ髪したから私が、
ソラハも一時期ハマってもうその髪型しかせん時あったよみたいな言ってて、ソラハさんが、そうだから漏れる髪型なんやなって思ってた。私たち、私まとめ髪漏れるのよ。明日の服まとめ髪も合うけど、どうやろう、どうしよう。今日ちなみに三つ編みを軽く緩くだけどしております。ララ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 。でも今日はね、夜のアイスをね、夜のアイス以外はね、おやつ食べてないの。今日は、今日はしかもちゃんと七草粥を食べたんです。今日はちゃんと7日だから、そう、今日の10時半とかに朝昼ご飯で、早いね、10時半に朝昼ご飯に七草粥とじゃがいもの煮っころがしみたいなやつとお漬物とかを食べた。そう、お腹に優しいやつ。そう、なんかお正月に食べ過ぎた胃を休めるみたいな感じですよね。それで食べて、その後はもうホームルーム行って、でも途中の休憩でお腹空いちゃってやばいと思ったけど、ブラックコーヒーを買って頑張ってそれでしのいで、その後ママとお肉屋さん行こうって言っとったけ、お肉屋さんにお肉買いに行って、でいいお肉たちを探して、これだっていうのを探し求めて帰ってきて、ちょっと早めの夕飯をもうね5時ちょっと前から食べてた。でもゆっくりゆっくり食べて6時半ぐらいに食べ終わりました。そう、7日やから七草粥がえだと思ってるけど違うかもしれない。どうかな。そう、夜はお家で焼肉しました。この間お餅焼いてたやつで、あのホットプレートのやつ持っとるけど、でっかいのいいけど、それよりもなんか網やけんか油がなんかちゃんと下に落ちるけん、なんか程よくて、しかも焼き目がめっちゃよくて美味しかった。そう、夜は焼肉食べました。でも焼肉の時にお米食べんかったけん、ちょっといいかなって思ってアイスも食べた、デザートに。なんかめっちゃ前に31のドーンってでっかいのを買っとって、ちょこちょこあのくり抜くスプーンでね、皿についてね食べてたんですけど、それも今日食べた、美味しかった。そう、今日は朝昼と夜とアイス、最高最高でした。ね、網で焼くのめっちゃ最高だった。そう、七草がゆもあのすごい朝胃がなんか休まる感じで、でもなんかおかゆってちょっとのご飯でめっちゃ満足できる気がする。めっちゃこんぐらいのお米がめっちゃ広がるけん、膨らむけん、めっちゃ良かった。ちなみに七草言えないわ、多分言えないわ、なんちゃらしろみたいなのとかある。そう、ああもう分からんけど。そう、焼肉美味しかった。焼肉でも元から焼肉お米なしでいける人なんですよ。ビビンバとかはなんかちょっと別やけど、今日ビビンバも食べんかったけど、そう、私はサンチュで巻く系、巻く派なのね。結構お肉の脂をちょっときついってもうなり始めてるんで。でも今日のお肉めっちゃ美味しかったけど、そう、なんか私はサンチュで巻く系女子なんですね、ちゃんと女子。余計今日は、そう、今日はでもサニーレタスみたいなので巻きました。おひかたです、おひおひおひかたです。な、サムギョプサルも美味しいよな。今日は牛しか食べんかったけど、サムギョプサルも美味しい。次はサムギョプサルやろう。でも途中まであの鍋にしようか迷ってたけど、お肉屋さんのお肉で見て決めようって思って見たら、もう焼肉用のお肉が美味しそうすぎて焼いて食べた、美味しかった。産地女子好き。あざ、産地大好き。産地にキムチと
お肉を入れて、あのなんかちょっと甘い味噌みたいなのもつけて、こうやってうまい。めっちゃ食べた、レタスめっちゃ食べた、最高でした。先生お腹すきました。え、でも普通の人そうだね、普通の人まだご飯食べてるぐらいの時間だよね、まだ7時半だし。だってね、早い家で6時ぐらいからご飯食べるよね、夕飯だからまだ夜ご飯の時間よね、みんな。おー、マレーシアのあなたのファンです、 Thank you。 マレーシア、うわー嬉しいや。私はジャパン。Nice to meet you。 今料理中。何食べるんだ、みんな何食べた、タタタタタタタ、精肉店は焼肉を助長する店、本業。私は今日お肉屋さんでお肉を買ったぜ。やっぱお肉屋さんのお肉うまいな。うまいな、なんか量り売りとかでもあるやつとかうまいな。6時前に食べると旅館みたい。あー確かに。あともう4時ぐらいからお腹空き始めてたよ、私とママ。すごいなんか買い物に行ってる途中からもう、あーお腹空いたねって言いながら買い物してて、マジもう早すぎて、なんかもう夜かみたいな時間ですけど、4時とか。めちゃめちゃ最近夕飯はめっちゃ早い、健康だけどね。寝る6時間前とかに食べたらいいけん、めっちゃ健康やけんいいんやけどね。うわー鶏もも肉いいね。鶏もなんかパパとかと焼肉行くときはめちゃくちゃ食べさせてくれるけん、もう鶏も牛も豚も全部食べるけど、今日はなんかゆったり焼肉してたら、なんかちょっとの量でもいい感じのお腹になって、牛だけでよかった、満足した。わあ、スガキ屋の混ぜ、スガキ屋ってなんだ、混ぜご飯、もう名前美味しそうだけど、混ぜご飯。夜の7時ぐらいに昼ご飯を食べることある？え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？もうそれはなんか昼夜逆転してるんじゃないかもしれん。どういうこと？田中？田中だよ。田中だよ。やっほー。お腹空いてるときスーパー行くと買いすぎちゃう。うん。それないつもだから、いや今お腹空いてるけん全部が美味しく見えるだけでって、ちゃんと脳内でちゃんとそれを言い聞かせて、だからこれは本当に美味しい、欲しい、食べたいものなのかって考えるようにして、今日は買いすぎずにできました、ママと一緒に。ちゃんと必要なものだけ買いました。お腹空いてる時ね、買い物行くのめちゃくちゃ危険だよね。なんかうわ、なんかとにかくなんか食べたいっていう気持ちで全部買っちゃうからね。あー、スガキ屋は東海地方の豚骨ラーメン、知らんな。こっちとら九州。九州やけな。へえ。そう、お財布にも優しそうよ。頑張ったよ、頑張って耐えた。お腹空いとう時のスーパーとかコンビニとかはもうえげつないほど誘惑が多いけど、頑張った。タタタタタンタタタタンタン、結ぶのもありやな。明日髪どうしようかな。カレー鍋焼きうどん、やば、美味しそう、いいね。私は明日の朝ごはんもう考えよるけど、明日朝ごはん何食べようかな。
そのあれだあれだ、なんかまた最近なんかやっぱちょっと健康を気遣うようになってきてね。ちょっと待って、あれも見せよう。ラン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 、よいしょ。おもちこんばんは。ね、髪上げてるのもいいよね。髪上げようか迷ってきた今けど、どうしようかな、ちょっと上げようかな髪の毛。そう、最近なんかまたちょっと腹筋とか足の筋トレとかを復活してきて。そう、あ、サラハさんの顎は良かったです。あのメリハリがあって良かったです。そう、私はめっちゃこれ福岡のどっかでなんかどっかで見て、なんか美味しそうってね釣られて買ったやつがあってね、なんかその時なんかすごく食べたくなって買ったやつがあって、うん、わざわざ福岡で買わんくてもって思ったけど、福岡だったわ、あの製造元みたいな。これまだ食べてないけどね。でも見て、体に良さそうじゃない、めっちゃ買った。なんかサクサクなものとかなんか食べたいなってその時思って見つけた。玄米と雑穀のシリアルだって。ってことはこれグルテンフリーみたいな感じだね。すごい、あのコーンフレークのなんか健康版みたいなの買った。スランさんの顎が美味しそうじゃないよ。おもろい。そうだね、全部の材料ほんとだ、すごいね。多分これ、え、何円したんだろう。ママが買ってくれた気がするけど、ありがとう。そう、これが食べたくて昨日牛乳も買ったの、ちゃんと。でも今日食べれんかったけ、明日の朝ごはんに食べようね。意識高い感、そして黒糖っていうね、白砂糖じゃない、黒糖、イエーって感じじゃない。多分牛乳かけて食べる、この絵的に香ばしい。でもまだ食べてないけん、美味しくなかったら私は無言でおすすめするのやめるね。美味しかったらこれ美味しかったよっていうね。厳しい人。そう、なんか美味しそうと思って、一食どんぐらい食べるんやろと思う。あ、一食は 35g。 はい。そう、あ、牛乳はあの一時期豆乳もハマって、アーモンドミルクもハマって、オーツミルクもハマって、この今の中だったらアーモンドミルクが一番好きなんですけど、でもこれはやっぱ牛乳だなと思って。でも牛乳の中でもめっちゃ語る、やばい。牛乳の中でも無脂肪乳で、美味しい無脂肪乳っていう名前のがあるんですよ。それ美味しいんですよ、普通に。本当に美味しいの、何の通り。だからそれをがあります、今。でも牛乳は阿蘇小国ジャージーかヒルゼンの牛乳がめっちゃ美味しい。本当何も気にしていない、あのダイエットとか脂肪とか気にしてなかったらその牛乳たちを飲むけど、私は無脂肪乳を使って食べます、これ。明日の朝ごはん決まった。そう、いやでもね、そう、コーンフレーク私しなしなになるのすかんけん、私もコーンフレークと別の皿に食べて分けて、なんかカレーライスみたいにやって食べる時もあったし。めっちゃ変な人。それかそのままだけでも食べる時もあったし、それかもう最近はもう1個のお皿についで、これがしなしなになる前に急いで食べるっていうのをやってる時もありました。めっちゃおりゃーっておりゃーって食べたらサクサクなので、牛乳とも味わえる。なんか牛乳と食べる味は好きなんだけど、ふにゃふにゃになるのはめっちゃ嫌だっていうこの葛藤が。だからかけてめちゃくちゃ猛スピードで食べる。なんか私の中のルールです。これはどうなんだろう、柔らかくなっちゃうのかな、やっぱり。そう、それかなんかめっちゃちょびっとだけ牛乳をついでもうつけて食べるくらいですね。
いえ、しなしなは無理、サクサク派です私は。そう、え、でも牛乳かけないで食べたらなんか喉に詰まるんですよ、なんか硬くてってなるんですよ。そうだからちょっとはかけないとね。そう、でもこれめっちゃ早く食べるけど、これはどうかな。うん、前髪チェックあります？あ、私は福岡で一回切ったきり切ってない。でも伸びるの早くない？なんかもう伸びてきたんだけど、なんで？なんで？でも前より薄くなった、前髪嬉しい。でも伸びたな、また前髪早っ。そう、喉狭いよ。そう、なんかシリアルふにゃふにゃになるのは嫌だけど、牛乳を入れないと喉カスカスになっちゃう。からね、あ、牛乳かけないで食べて速攻で牛乳飲んだら確かに。それもあり。ちょっと、じゃあ一旦そのまま食べてみようかな、明日。楽しみです。最近ね、ちょっとまた、二の腕の運動と、ふくらはぎの運動と、腹筋の運動を再開したので、今日もやりたいと思います、後で。配信終わってから。ほほいほい、おもちおもち。前髪伸びたよな、でもやっぱりもう目にぶつかりそうになってきてるもん。うん、早くない、伸びるの。アップが強すぎて、イエイやい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 、おおおお。あ、そうだ、髪結ぼうかなと思う。髪まとめるのもありだ。今日そうサイドポニーも迷ったよ。面白いこだわりが聞けてよかった、よかったよかった。牛乳への謎の強いこだわり。あー、でも後ろかな、後ろでここの遅れ毛を出すかな。うーん、迷うな、髪なんか少な。迷うな。あ、でも今もありだな。どっちがいいかな。どっちにしようかな。あつみは、あつ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 。期待。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。二つは多分違うよね。なんか違うよね。どうしようかな。あら、ハギさん誕生日、あら、おめでとうございます。ハギさん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイビーハギさん、ヒュルルルル、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめおめ。髪型マジ可愛い。でもこれ始まった瞬間めっちゃ何人も褒めてくれたから、このままでもいいな。これで広げた方が可愛いか。髪型、今日はこれで行こうかな。おめでとう。良い誕生日を過ごしてください。あれだよね、2期生はさ1月に誕生日の人いないよね多分。だから生誕祭がないんですよね今月は。てか僕隊もこの間の1回で多分今月終わりなんですよね。寂しいですけども来月はあるかな、いっぱいあるかな。あ、たしもめるさんも誕生日なの？本当おめでとうございます。わいいね、アイドルさんとかと同じ誕生日ってなんかいいね。私はまあ国民的アイドルドラえもんさんと一緒だけど。あ、今月葵さんしか誕生日いないのか、レアだね。じゃあもう STU の1月誕生日って言ったら葵さん、葵さんってなるんだね、代表だね。ルイさん、石、違う、鍋焼きうどんありがとうございます。じゃん、おいしょおいしょ、ひょ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 、どんな髪型も可愛い。あ、でもこれでいいか。
もうこれでいいか。よし、広げたらちょっと多く見える髪が。ご飯できた、あー美味しく食べて、絶対美味しい。中身と止まってます。醤油合う、醤油あったら結婚ですね。私昨日何食べたをまたね、今日のご飯中もね、ネットフリックスでね何回も見返せるから見てて、あの西島秀俊さんがめっちゃ料理するんですよ。ちょっとゲイのお話なんですけど、でもなんかその料理がメインのドラマなんですね。飯テロドラマみたいな。 それで西島さんがめっちゃ料理するんですよ。やっぱ男の人が料理できるのいいですよね。皆さんなんか作ったら中身と乙女で見せてください。見たいです。あ、この人できるんやって思うけん。そう、私長州小力さんと同じ誕生日、アイドルだね。いいやん、ええやん。醤油合わないので結婚できます。あー、この醤油なのにな、今日さっき使ったからある。この醤油なのに、これ美味しいよ、食べてよ。そうそうそう、漫画が原作、そう、多分そう。昨日何食べたっていうやつ、映画も見たんですけど、公開日に。ちょっとあの前はお正月スペシャルみたいなあったのに、今年はなかったのがすごく悲しいですけど。そう、でも絶対あれはね、見たらお腹すく飯テロドラマです。今も実は私は食べ物系の番組がついてます。噂のお客様です。これ消音にして実は流れてます。みのりんが作ってほしい手料理、何でも嬉しいよ、誰かが作ってくれたら。何でも嬉しいけどな。なんだろうね、でもなんかやっぱ煮物系とか、あ、でもコロッケとかも好きかも。なんかそういう出来たてがめっちゃ美味しい系の料理、全部そうか。そうかな。けどなんかそういうなんかめっちゃベタだけど、肉じゃがとか、あとは私コロッケ好きなのよ、地味に。なんか芋料理好きなんだね多分。からコロッケとか食べたい。誰か作って。あ、ペペロンチーノ、シャレシャレ、おしゃれおしゃれ。パスタ系もいいね。なんかよくなんかあの昔、なんかありがとう、ハギさん、あらー、ありがとう。トラが乗っとるよ、すごい、ありがとう、ハギさん。ちょっと私、あれどこやったかしら、ここかしら、あった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 、ありがとう。なんか、あ、焼き芋ね、焼き芋も美味しいけど、なんかよくなんだっけな、よく田中家はピザを取ることが多かったんですけど、土日とかに。その時にママかパパがパスタを作ってくれるの、それがめっちゃ好きだったから、めっちゃ記憶ある。みんなもパスタ作れる？パスタはね、茹で加減とかね難しそう。あ、ピンポン鳴ってるし、忙しい忙しい。すいません、母上。母上をお願いいたします。ラララララトライヤルルトライヤ、よいしょ。ハギさん祝ってくれた、俺ありがとう。ちょっと待ってね、このカゴの中にスケッチブックを入れたんだが、どこだって今なってる。どこだどこだどこだ、このカゴの中に入れたんだけれども、どこに行ったのかしらね。ちょっとあのピンポンが来ちゃった。どこに入れたのかしらね。あ、実家に持って行って、持ってか、あのリュックの中だ。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待てだよ。いや、ピザ屋さんは来てないです。
荷物、あ、私荷物届くかも。なんか一個、なんか一個届く気がする。なんか届く気がする。どこだっけ。ちょっとリュックあっちだな。リュック違う部屋にある。違うとこ。違うやつに書こう。そういえば七並べのランキング書いたのにまだ読み上げる配信してなかった。ちょっと明日明後日はできるかな。明日明後日ぐらいにしようかな。よし。でありがとうを書きます。ちょっとこれ大きいけどいいかな。ルルルン、ありがとう、ハギさん、ありがとうございます。よいしょ。田中美穂さん宛て？違う。あ、違う。ランダ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 ラン、はい。ランダラランダ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 。なんか明日届くんかな。よし、よしよし。コンビーフとキャベツのパスタ。そう、コンビーフめっちゃパパが好きでめっちゃ記憶ある。ハギーさん、ハギーさん、ありがとう。そしてハッピーバースデー。こんばんは、こんばんは、主権さんもこんばんは。あ、なんかここはみ出ちゃった。2022年1月7日。オッケー、よきよき。お、今日は放課後オムラもありがとう、ありがとう、ありがとうございました。今日来てくださった方、あの、ぜひ来てくれてると嬉しいな。ショールームもさらはさんのファンの方も、ゆみこさんのファンの方もめっちゃ優しい方が多くて、あと女性の方も多かった気がする。今日はめっちゃありがとうございました。ということで、ハギさんありがとうです、ありがとうございます。じゃじゃーん、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃん、ありがとうございます、ありがとうです、じゃじゃん、ありがとう。ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます、ありがたわーです。あとこのポーズで思い出したけど、あのちかっぱ祭の時に取材してもらった
記事で一人で写ってる写真のポーズこれなんですけど、あれは一応あの日が明太子の日ということで、あと福岡ということで明太子ポーズをやってました。ちょっとこのビヨンビヨンって思い出したけど明太子ポーズでした。あれは気づいた方おったかなそう、ありがとう、こちらこそありがとうございます。初めてみふりんと話せて楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。るそうだね、今日本人にもゆみこさんって言っちゃった時あったかも。でも気づいてたのかな、あれどうなんだろう。なんか不意にふとゆみこさんって、もう普通にゆみりんさんって言っちゃってる時もあったけど、ゆみこさんって言っちゃった時もあったけど、どうかなちょっとゆみこさん呼び私の中で定着していこうかな。いいかな、嫌じゃないかな、一回聞いてみようかな。いいかなそうよ、これは明太子ポーズでした。ボン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 、何かと思ってたでしょ。ちかっぱ祭の日が明太子の日、なおかつ福岡県ということで、そうだったんです。見てみて、それを踏まえてまた。ゆみこりんさん呼び、ゆみこりんさん呼び、やばい、もうみほりんをみぽりんって言ってるのと同じような感じやねそう、ゆみこさん、なんかそう、最近私の自分の配信ではゆみこさんっていうこと多くて、なんかさ、自分もそうだけど、なんかちょっと違うあのあだ名で呼んでくれる人ってなんか良くないですか。なんか、まあ、嫌なのだったら嫌だけど、なんかちょっと違うけど個性的だけどいいあだ名で呼んでくれる方とか、なんか良くないですか。だから中身ちゃんとか最高だったんですけど、そう、だからゆみこさん呼びやってみようかなみたいな勝手にそうやってます。そうね、特別感、そう、なんかね、なんかね、そう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 、あ、放課後ムルマ明けもできてよかった、ありがとう、嬉しい、海外からも来てくれるっていうのがすごい嬉しかった。よいしょ、あ、これ置いとこう、こっちね、あるあるでしょでしょでしょ。なんかいつもみほりんって呼ぶ人がなんかみほちゃんになるのもいいし、みほってなるのもいいしね。そう、そう、みほのあんな呼び、ですよね、みんなあんなちゃんとかあんぴとかよね。そう、私あんななのよすごい喜び方キモかった自分めっちゃキモかった今。そう、いいっしょ。だからそういう感じで、たまに、でもたまにそう、誰かメンバーもみほって呼んでくれる時があってってなるから、そう、みほりんって呼べない病にかかってるまあそれもそれでね、中身ちゃんも嬉しいもんね。そうそう、だから自分が呼びやすいのでね、本当に良いと思うんですけど、そう、あなさ先日呼べるようになったあらち、あんな、マニキュアもマニキュアだったっけ、あんなちゃんはね、まったくうちのあんなと来たらリンコって呼ぶけど、ミホって呼ぶの恥ずかしい。ああ、それはミホがミホへの愛が強すぎてそういうことですかね勝手にそういうことですよね。うん、安否からなんて呼ばれてる、ミホちゃんかな、ミホちゃんかな、多分。でもなんか安否かな、誰かたまにミホって呼んでくれた時あったんだよ。でもあんまいないかな、みんな結構みほりんとかみほちゃんとかだね。がたまにみほって呼んでくれるのめっちゃおおってなる、心の中で一人おおってなる。そう、おみほ、おみほもいいね、おみほ、おみほ、おみほ、あ、リコチとかはでもみほって呼んでくれる時もあるよ。そう、あ、そういうことか、そうなんよ、そうなんよ、そうなんす。パシェもミホだったわ。
なんかたまにみほちゃんってなる時もあるけど、みほの時もあるわ。顔ちょっとキモい顔になっちゃう。そうだそうだ、そうかも、そうだそうだ。あー、吉田沙羅さんはよ、もう田中美穂ですね。え、でも初期のなんか初期の LINE のスクショかなんか出てきた時に、サラピが私のこと美穂ちゃんだったかな、美穂ちゃんって呼んでたのよ。それ見て衝撃だった。2人でえっ、ー、と思って、2人でえ、美穂ちゃんって呼んでるよみたいな、笑ったみたいな。見た記憶ある。そう、初期の頃はそうだったんだと思って。そう、おもろいよね。ちょっと今度頼もう。多分もうなさそうだけど、うん。ココアさんあたり、あ、今日ココアさんとたまたま事務所で会えた。その時、あ、ミホ久しぶりみたいな感じで、可愛いってなって、久しぶりですってなって、そう、あ、明けましておめでとうだったね。そういえば、そう、ココアさんとかも呼び捨てしてくれるわ、嬉しいわ。うん、誰誰だね、先輩で呼び捨ては、うん、ココアさんぐらいじゃない？ココアさんぐらいかも、多分。本当になんか、うん、距離の縮め方をもう最初からもうなんか自然と縮まる方じゃないですか、ココアさんって。めっちゃいい、うん、めっちゃいい、羨ましい。私謎にこう見えて人見知りだから、ちょっと羨ましいです本当に。先輩からの特殊な呼ばれ方、そうだね。ミポリン、ミポリンってユミコさんと沖さんもミポリンって呼んでたけど、今はまあミホリンかもしれない。そうかな。でミホって呼ぶのがココアさんやな。だねだね。そう、サラピさん、美穂田中、あ、でも呼ぶときはもう田中美穂。笑っち好きやろ、なんで、いいけど。そう、あ、おきっぽさんは本気でミポリンって思ってた。おお。なんかその時代の方はミポリンって呼んで、ミポリンかと本当に思ってるっていう方とかね、そうなんですけど、ミホリンなんですよ私。そうそう、福ちゃんもミホリン、え、どう、ミホリン、あ、でも福田さんも田中美穂って呼ぶ時ある。おもろい、なんでやろな、呼びやすいかもしれん、語呂がいいんかもしれんだね。うん、すごい、カキの絵文字、これカキさん、誰だカキさんって、あ、待って、矢野さん、ホノタンさん、ホノタンさん、田中美穂ちゃん、あ、そうかも、田中美穂ちゃんって言ってるかもしれない。かな、だねだねだね、多分そうかも、田中美穂ちゃん、うん、確かに特殊だね。マイカーの先輩に特殊な呼び方する方が多いね。確かに、あ、みんなそういうイメージか。マイケルさん特殊な呼び方、どうだったっけ、どうだっけかな。うん、かあの STU の公式 LINE から来たあの明けおめ動画、クリスマスコンサートの合間に撮った動画なんですけど、それマイキューさんと隣にいるんですけど、その動画撮る直前までなんかおしゃべりしててめっちゃ笑ってて2人で、だから動画の最後もちょっと私がマイキューさんに似合って向いて終わってるんですよ。実は見えたかな、もう一回見れる方は見てみてください。なんかマイキューさんとおしゃべりしてて、そう、その似合っていうのが一瞬あるよ、終わり際に。そちら確認してみてください。
ぜひぜひ。そう。ユミリンが最初にミポリンと呼んだ時ミポリンだよって訂正が多かった。すごい、さすがファンの方々ありがとう。でもユミリンさんもミポリンでいいよ、もうもう唯一のミポリンで。そう、仲いいな、思ったマジ。そう、 STA の公式 LINE あるよ。そう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 、 STA の公式 LINE がね、あの年越した瞬間ぐらいに LINE 来て、そう確認済み、確かにやってしてる。そうなんか、なんだったか、なんかセリフの確認をしてて、なんか以上 ST48 でした、ありがとうございましたとか、ありがとうございますみたいな感じ の語尾をましたですっけ、ますですっけみたいなのを、そう話しとって、めっちゃ直前までましたですよみたいな、なんますですよみたいな、なんか言っとって、そんなに言ったらもう動画撮りますって貼って、あ始まるみたいな、始まって始まって、その直前まで言ってたやつと違うやつだったのよ、違うやつで会ってたのよ。だから違かったじゃんみたいな思って、でも言えたからよかったっていう顔で似合って見合ってるやつです。ライキューさんと何だったかな、ありがとうございありがとうございますって言おうとしたけど、ありがとうございましたで会った、会ってたんかな、なんかそれでありがとうございましたって言ったらこっちで会ってたみたいなので、多分ニヤってし合ったんだと思う。そんな小さなことでニヤニヤしてました。そうおもろいですね。よーく見たらマイキューさんと私がニヤニヤしてます最後に。そうだね、オキさんもオキさんがなんかねひょっこりはんみたいな感じになってるやつ、ぜひ見てみてください、見れる方。ちょここがパカってなってきた、よいしょ、よしよしよし、また来ました、こんばんは、やっほー、そうめんさんこたつみかんありがとう、ありがとうございます。マイキューともじゃん、マイキュータンとももたん呼び、やばなんか JK だね。マイキューさん、マイキューさんもあれじゃないですか、なんか人との距離を縮めるの上手な気がする。なんか最初はめちゃくちゃ美人だからすごい話しかけるの緊張したんですけど、けど話しかけてみるとすごいなんかねなんか距離が近くなってくれるというか、すごい優しくて、そう沖さんとかもそうだけど、沖さんはでも最初からココアさん系かな、なんかすごい話しかけやすい感じの、そうふん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 、縮めるの上手いか、距離保つの難しそう、どうだろう、沖前さんでもお二方ともなんか距離、人との距離縮めるのすごい上手な気がする、おきまいさんね、美人さんに緊張、そう最初話しかけに緊張するやん。あのオーディションの時、合格した時もアンナと番号近かったんですよね、合格した時の順位か、なんか一個飛ばしぐらいの順位だったんですけど、アンナ美人だから、あのよろしくお願いしますぐらいの会話しかできなかったぐらいなんですけど、今ではねもう一緒に旅行行った仲ということで、そう、しかもなんかアンナがブログ、アンナブログ結構書いてるんですけど、そのブログの中にね、あのユニバ旅行、一緒に行った旅行のことも書いてあったりとか、そういろんな写真もあったよ、だからそれもぜひ見てみてほしい、そう嬉しいわ。いや田中さんお上手かな、田中さん人見知りなんよ、なんか人見知りやから、なんかでも頑張って話そうとして、なんかどうでもいいことを聞いちゃうのよ、なんか今日は朝ごはん何食べましたかみたいな、別になんかとでもいいじゃないけど、なんか言っちゃうから、ちょっと中身のある会話をできる人になります。誰と話しても緊張しないのに田中と話すと緊張する、田中田中それは本当にもう本当に好きだからですね。で
ウサイズハートさん、こたつみかんありがとうございます。いいね、みかん今あるよ、まだ家に、食べよう。みほりんとお話ししたいから押し増しで言っても元気です。キュンキュン。明日は、明日もできるのかな、明日は初詣デート風の洋服で、明後日はスーツ風のちょっとかっこいいシックな感じのお洋服です。お楽しみに。どっちも着る服決めてるから、あとは試着するだけ。よしよしよし、今日もやっぱり美女ありがとう、やったね、ブイブイ。このいい気分で寝て、明日お話し会に備えたいと思います。そろそろランキング読もうかな。好きなので緊張、みんな緊張せず明日も一緒に楽しみましょう。今日もね、いっぱいお話できた方ありがとうございました。ということで、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。明日は頭真っ白にならないでね。では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 、ランキングいきます。22位のみほりん賞からいきます。22位はみそかつじいさん、そして13位はももたんさん、12位奈良西さん、11位オロチさん、10位スペシャルナイトさん、9位ユナイテッドさん、8位リクさん、7位チョコミントリス、6位ジェロさん、5位大地さん、4位レグルスさん、3位竹まつるさん、2位フナッチャーと中身ちゃんたおしさん、そして第1位は本日ハッピーバースデーハギさんでした。ありがとうございます。良い誕生日を過ごしてください。皆さんも今日も残り数時間ですが、良い日を過ごしてください。明日の土曜日に向けて、一緒にゆっくりお風呂入ってゆっくり寝て備えましょう明日に。では最後にじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグー、じゃんけんパー、ありがとうございました。明日の話し会楽しみましょう。1時間目は11時からです。ぜひぜひ楽しみましょう。今日も残りのメールお待ちくださいませ。バイバーイ。